はい、今回も、芝野の虎丸名人の、一局から、王さんとの、対局を紹介したいと思います。はい、今回は、芝野さんの白番です。はい、付け引き。はい、まあ、例えばですね、まあ、最近付け引きが非常に多いんですけど、まあ、挟んで、まあ、最近はこうとはね、あんまり打たないで、もう逆に付け引いて打ってるぐらいでも、まあ、例えばですけどね、こういうような感じでも、まあまあね、黒も辛いかもしれませんね。逆に付け引き打たれるとの差で。まあ、そういう背景もあります。はい。ただ、まあ、これはこれでね、全然、まあ、黒も、一局ですからね。はい、普通です。はい、普通に伸びで打たれまして、打ち込んだと。まあ、打ち込みは、まあ、肩ぐらいもあるのかなとかちょっと思いますけどね。消すぐらいで。まあ、ただ打ち込みたい気もします。はい、ここは絶対の手なんですね。ここで、ビビってこういうことをしますと、この押さえが先手になってしまいまして、こうなるとプロの碁ではもういっぺんに負けてしまいます。はい、このぐらい打たれても。はい。まあ、だからここをね、打ち込むのはね、相当さばきが、この後の進行でね、自信がないと打てませんよね。はい。はい、これ、ツケが、手筋ですね。このように打つと、まあ、こう、これがぴったり。こう、跳ねても、切りから、こうやって、こう取れます、ということが言えます。なので、黒は、当てを先に打たないといけませんね。それから押さえ込んで。こうなって、切りですね。割り込んで、ここが切れないかったですか。切ると、ここは効きますね。このこう打って、残ってるとダメですから。で、このように打つと、黒が攻め合いが足りないですね。ちょっと手数が短そうです。はい、ということで、ここ脱出できれば白が、うまく脱出しましたね。そうですね、これね、下駄に取られるんですけど、それを利用してこう当てを決めようっていうことですね。ちょっと継ぐのも嫌だったんですね。継ぐとどっからこう、この辺りから打つんでしょうかね。ちょっとここも気になるところですね。こうなって、こうなって。これ取られてしまいますから、下なんですけど、こういうとこが、このような筋が気になりますね。だからちょっと、この辺りが効いてしまいますと、
ちょっとこういうツケとかが、ありますかね。まあ、それか全体を狙うかもしれませんけどね。こうとか。ちょっと危ないということで、4子を捨てました。この辺りのちょっと筋があるんでね、これは相当気持ち悪い格好ですね。先にこちらを攻めてから、あ、浮きで打たれましたか。まあ、ここ、まあ、寄せですね。これは捨てたんですね。ここ連打することができて、白は悪くない進行に見えますね。黒地はここだけしかありませんから、思ったよりそんな多くないです。白は1箇所、2箇所、3箇所、4箇所、5箇所あります。コミもありますし、全部合わせれば間に合いそうです。ああ、この辺りは綺麗な手ですね。こうやってこう当て込みがまた。ここで投了でしたね。これまあここなくても良さそうですけどね。素晴らしい決め手でした。まあ、切るとこうやってね、打とうっていうことですね。こうやると、まあこのこれこうになってしまいますね。だからちょっとまあどうにもできなかったんでしょうね。まあ相場はこんなもんですね。こう渡らせるぐらいだったんですけど、これでは到底勝てないということで、実戦のような進行となってしまいましたね。じゃあこんな感じで、この後は終わりにしたいと思います。それでは失礼します。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。